この火事は昨日午後3時20分ごろ、七尾市亀山町の出雲義兼さんの住宅から出火し、出雲さんの木造2階建ての家と隣接する複数の住宅を焼いて、およそ2時間半後に消し止められたものです。火の手があっという間にもう広がってね、とにかく電気屋さんしとったから多分に品物が要件残ってて、それが燃えるのが早かったよもん。一夜明け、昨日火災が発生した七尾市内の現場です。火元の家はこちらのように焼け崩れて原型をとどめていません。警察と消防が今朝から実況見分を行ったところ、出雲さんの家の焼け跡から性別不明の一人の遺体が発見されました。警察はこの遺体が昨日から連絡が取れなくなっている出雲さんの可能性が高いとみて身元の確認を急いでいます。